今後、3人でグループとして頑張っていきますのでよろしくお願いします。10月15日、元、キング&プリンス、岸優太、28、が滝沢襲名し、41、の会社、2B へ合流。平野翔、26、神宮寺優太、25、と3人で活動することを発表した。2B、公式 YouTube の緊急生配信で明かされました。新しいグループの名前は、ナンバーアンダーバーアイ、ナンバーアイ。アイには、ナンバーワン、と、オンリーワン、がかかっており、ダブルコート自分らしく一番を目指す、という意味です。グループ名は岸さんが考案したそうです。スポーツ紙芸能記者、3人が、キンプリ、を脱退したのは、約5ヶ月前の5月22日のこと。平野と神宮寺は同日でジャニーズ事務所、現スマイルアップ。を退所し、7月7日に、2B へ合流。岸は9月30日で退所し、2人の元へ加わったのだ。今後、ナンバーアンダーバーアイはどのように活動していくのだろうか。テレビ局関係者はこう推察する。平野さんがソロデビューする日も近いと思います。7月、平野さんがすでにソロ曲を収録済みだと、女性セブンが報じました。彼の高いダンス技術を活かしたダンスナンバーのようですが、早ければ年内にもデジタルで配信されるでしょう。昨年11月の脱退発表の際、事務所を辞める背景に、海外への強い思いがあったことを明かしていた平野。ソロデビューが実現すれば、世界進出の目標に近づくことだろう。ただ、平野は自分のためではなく、グループのことを考えているようだ。2B に移籍した7月から現在までの間に配信するタイミングはいくらでもありました。そうしなかったのは、平野さんの中で、ナンバーアンダーバーアイに貢献したいという気持ちがあったからだと思います。彼はキンプリ時代も、ダブルコート個人の仕事でもグループに還元するという姿勢で仕事に臨んでいましたからね。そうしたスタンスを貫いているのかもしれません。芸能プロ関係者、9月に平野が雑誌、エレジャポン、エルジャポンの表紙を務めたことはあったものの、先に合流した2人は目立った芸能活動はしていなかった。平野のソロデビューを機に、本格的に始動する可能性は高い。2B には、元 V6、三宅武史、44、元キスマイフット2、北山博光、38、7人組グループ、IMP が合流している。8月には IMP、9月には三宅がデジタルシングルを配信するなど、2B の活動は軌道に乗っているように見える。だが、前出の芸能事務所関係者は、実際は苦戦を強いられていると話す。三宅さんの配信曲、Ready to Dance は、オリコンの週間デジタルシングルランキング初登場36位でした。IMP も8月のデビューシングル、クルーズンこそ1位を記録したものの、10月13日に配信した、スイッチングは発売当日5位、翌日には17位と勢いが衰えたことは否めません。今後、爆発的人気を誇る平野さん、神宮寺さん、岸さんがどれだけ配信で結果を出せるかが鍵になるでしょう。平野さんのソロ曲はある意味、2B の未来を担うと言っても過言ではありません。平野、神宮寺、岸は、新天地で、ナンバーワンになれるか。